クリスマスにおすすめのチキン作るよ。卵を水から15分茹でる。玉ねぎをみじん切りに。水にさらして絡み取る。レンコンの皮むいて5ミリ幅に切る。さらに重ねて半分に切るよ。そしてナスを乱切りに。鶏胸肉に塩コショウ振ってもみもみ。片栗粉振ってもみもみ。焼いていくよ。サラダ油中火で熱してお肉並べる。蓋をして2分。ひっくり返してちょっと油拭き取る。ナスとレンコン入れて炒めるよ。その間にタルタル作る。玉ねぎと変な形になった卵、マヨネーズ大さじ2、刻んだ紅生姜お好みで、塩コショウ少々、レモン汁小さじ1/2、混ぜ混ぜする。いい感じにできたよ。パンに挟んでも美味しいよ。ナスがしんなりしたら、みりん大さじ1、醤油大さじ1、酢小さじ1、砂糖小さじ1、タレを絡めるよ。お皿に盛り付けて、タルタル乗せて、黒胡椒振ったら、完成。ご飯にもお酒にも合うよ。ぜひ作ってみてね。